はい、おはようございます。今日は一日、ビデオカメラをつけて作業を追ってみたいと思います。ただいまの歩数が164歩。一日で何歩まで行くでしょうか。それじゃあスタートです。
肥料も作れたんで、今度は肉豚車の掃除です。今9時半、1時間半です。で、すでに4665キロ、通知が来ちゃった、消えないんだよね、消えて、はい、4665歩、今日は何歩になりますかね。それじゃあ肉豚車の掃除始めます。ここはスコップです。どいてどいて、こうやってスノコの上に上げとくと豚が勝手に踏んで、下に落としてくれます。ざっと汚れてるところだけ落とします。どいて、そしたらこのおがくずを足してやります。少し入れないと糞がみんな床に張り付いちゃって掃除が大変なんで、おがを少し入れます。で、全部掃除が終わったらこのピットの蓋を開けてスクレッパー動かします。さて、そろそろ到着かな。来た来た、この堆肥の量でもその時の豚の成長具合とか、この中に、いっぱい入ってるとか、結構具合が全体にこう悪くてよどんだような時は堆肥もやっぱり少ないですね。餌食べてないんで、今日は上出来な方です。で、スクリューコンベアを回して、そうすると堆肥が飲み込まれてきます。そして外の軽トラに積まれます。と、どうしても全部落ちきらないのでスコップで落としてやります。はい、それで堆肥が全部ピットに落としきったら、ここで今、トラックに積んでる間に豚舎の消毒をします。全体に消毒します。よいしょ。続いてはこちらの分娩車の、堆肥を取ります。それで取ってきた堆肥は、堆肥車に開けます。それでは今持ってきた堆肥を、肥料の機械に入れたいと思います。よいしょ。
ちょうどいい量が入りました。ドア閉めて、それで回転止めてエアー入れて OK OK、 よし、はい、それじゃあお昼のお水をあげます。朝はかみさんがくれてくれたので、お昼は自分でくれます。で、ここにはね、水道施設、一棟ずつ飲める水道施設がないので、うちではのホースです。冬場がかなり気温が下がって氷点下になることが多いので、水道を作っ、あの一棟ずつ飲めるようにしとくと、みんな凍って跳ねちゃうことがあるので、それの防止でホースです。